皆さんこんばんは、ガミです。ちょっと風が強いんですけども、ちょっとお聞き苦しいところもありますが、ご了承ください。今日はですね、僕は今大阪に来てるんですよね。あの大阪の駅ビルの、ほぼてっぺんに来てるということなんですが、今日この動画はですね、綿貫さんとの、対決コラボ企画の第3弾ということでやっていきたいと思います。対決内容はですね、大阪メトロを早く乗る対決ということで、この間ね、東京の地下鉄をどっちが早く乗れるかっていう対決をやったんですが、それの大阪バージョンということでやっていきたいと思います。で、詳しい内容とあとはなんか寸劇はあの綿貫さんのチャンネルの方に上がっているので、よろしければ見てください。じゃあ本編、風やべ、乗り換え遠いな、やっぱ。次が大正行きに乗るのかな。大正行きに乗って2駅長堀橋まで乗ると。ちょうどタイミングよく大正行きが来ましたね。これも混んでるのかな。いや、混んでるな。お足元にご注意ください。じゃあこれ長堀橋駅の地上に出ました。長堀通りっていう、もう通りが、通りと筋っていうのがありますよね、確か大阪の大通りは。まあ、その地外は多分建てかよかってことなんでしょうけど、関東の人にはね、直感だとよく分かんないですね。長堀橋駅です。天下茶屋で、3本連続で阪急の電車に当たってしまったので、もうだいぶ時間をロスしましたが、次の長堀鶴見緑地線はこれは、多分直通はしてないから、まあ確実にメトロの車両が来るでしょう。だいぶ疲れたな。ここが谷町筋っていうんだ、この道がね。で、谷町6丁目から谷町4丁目まで谷町線で1駅移動します。いや、これ勝てんのかな自信なくなってきたな。で、ここもね、恐怖の私鉄乗り入れ線シリーズ第2弾で、ここ阪急線とね、乗り入れてるんですね。今ね、さっきちょっとね、カメラには映ってないですけど、ホームに入った瞬間に阪急の車両がね、去っていったんで、まあ阪急だったから良かったということで、ここもじゃあ阪急の車両が来る可能性が大いにありますね。私、何本待ちになることか。うおっと、マジか。そっか、そういうパターンがあるのか。いやー怖いなー、なんかもうことごとく引っかかってるもん。ああ、もう空いてるからこれ乗りたいなー。さあ2本目です。なんだこれは、なんか見覚えのない車両だ。これは地下鉄っぽいな。なんとか2本目か。まあ最小失点で抑えたっていう感じですね。僕の見覚えのある御堂筋線に乗り換えができます。じゃあ動物園前の改札を出ました。すぐ目の前に JR の新岩宮がありますね。まあ、動物園前といえば天王寺だとか新世界か、通天閣がどっかにあるはずだけど、あれですね、やっぱり大阪の南の中心地といったところですね。
谷町4丁目です。じゃあここから中央線に乗り換えます。行ってすぐ帰る、まあ、これがこの旅のルール。これであと3つ。よし頑張ろう。この御堂筋でもちょうどね、向こう側反対側に北大阪急行の車両が来てるんですけども、地味にね、北大阪急行に乗り入れしていて、北大阪急行の車両もたまに来るんですよね。これもかなり確率が低いんです。それを引いちゃったらね、だいぶ運が悪いということになりますね。さあこれはなんだ、地下鉄の車両かな。これもね、よくわかんないんですね。あ、大丈夫だ、大阪メトロ地下鉄の車両。大黒町駅の外に出ました。目の前にファミリーマート吉野家とあって、ここに大通りがまたありますね。もう何筋だか何通りだか分かんないですけど、いやとりあえずこれであと2つか。7路線でもだいぶ疲れたな、本当。よくね、東京で13路線もやったなと思います。駅です。ここから今里筋線に乗り換えて、どこまでだ、今里まで行きます。あと残りが今里筋線と、あれだ、御堂筋線の2つですね。あれさっき全然気づかなかったけど、大黒町駅ってこんな風になってるんです。すごい見通しの良くて、御堂筋線とこの四ツ橋線が相互に、ね、同じ方面に乗り換えられるようになってたんですね。まあ、あと2つ、ホームドアがないのもなんか珍しいな。それで見通しがいいのか。まず一旦外に出ます。これで8カ所目の住之江公園駅で下車しました。目の前にドン・キホーテがあって、パチンコ屋なりマックなり、ここはロードサイド型の店舗がなんか集結してるような感じに見えますね。あ、向こうは目の前住之江協定ですね。まあ、某 YouTuber がね、協定ボートレースでね、人儲けしようと頑張ったところですね。この後の作戦としてニュートラムを1駅だけ乗ればいいので、ここから白林1駅だけ乗って、またすぐ戻って、でこの青い何線だっけ、四ツ橋線か、この四ツ橋線でこうグーッと行って西梅田まで行って、そこから歩いて大阪駅という作戦で行きます。なんか予想以上にこのニュートラム行きのエスカレーター長いですね。あの東京駅の中央線に行くやつ並みに長いです。さあやっと到着したと思ったら、このよく見たら右にね、もう止まってるっていうね。あ、17時10分発車しちゃうからな。おお、すごいですね、協定場目の前にある。あとはまず外に出ないとな。
で、ここがニュートラム平林駅の外に出たところですね。やっぱり大通り沿いにね、沿って駅が作られてるんですね。なんかね、この新交通システムがこの大阪メトロ扱いなのは何だろう、まああれか、日暮里舎人ライナーが都営交通扱いなのと同じように同じだというふうにも考えられるけれども、ただね、運賃体系までこれは一緒になってるんで、そうするとなんか中国の地下鉄とかその辺はね、なんか急に確かにモノレールみたいなのがね、同じ運賃形態で地下鉄扱いとかなってた気がするんで、まあ、そういう海外風なところを取り入れたのかもしれない。とりあえずではここから急いで大阪駅に戻って、どうだろうな、ちょっと本当に分かんないな。まあ、最後の、乗り換え地難波にまた戻ってきました。じゃ難波から、最後の御堂筋線で、梅田まで戻りたいと思います。さあ果たして綿貫さんはもうすでに待っているのか、それとも僕の方が早いのか。